はい、皆さんこんにちは。教育百科店平野と申します。今もしかしたらお盆休みの先生もいるかもしれないんですが、まあ、お盆明けもしくは8月の中旬ぐらいから月講習の体験に来ている生徒を入塾してもらうっていう流れに入ると思うんですけど、その時に気をつけておかなきゃいけないことっていうのを一つだけ話しておこうかなと思います。何かと言いますと、8月の終盤に、で、お母さん入塾しますかっていう風に電話をすると、例えば阻害要因としてこんなことを言われることがあります。お金がないとか、本人のやる気がないとか、部活が忙しい、学校が忙しいみたいな風にありきたりな阻害要因を言われることがあるんですが、実はこういうありきたりな阻害要因ってのは本音じゃないことが多いです。もちろん本当にお金がなくてっていうパターンもあるんですが、本当にお金がないなら塾の無料体験には来ません。なので8月の末頃になって、明らかに営業トークと分かるような匂いをプンプンさせながら、お母さん入塾どうですかって勧めると、それっぽい言い訳をして阻害要因を出してきます。なのでどうすればいいかというと、8月の中旬ぐらいには一度入塾をするかどうかの意思っていうのを確認しておくっていうのが必要かなと思っています。実は中旬ぐらいに、お母さん夏期講習まだ全部終わってないので何とも言えないとは思うんですけれども、塾に入る方か入らない方か、どちらの方向でなんとなく話が進んでるか教えてくださいみたいな感じで、ふわっとしたニュアンスの聞き方をすると、いや、あまりにも本人にやる気がないのでお金を出すかどうか迷っていますとか、部活動が週の何日間あってこの日しか休みがないんでちょっと行くかどうか迷ってますみたいな風に結構本音を引き出せるケースが多いんですね。要するに中旬ってまだ入塾するかどうかわからないから営業集がしないんですよ。営業集がしない相手には割と本音を言ってくれるケースって多い。具体的に阻害要因を教えてくれることが多いんで、さっき僕が言ったみたいな言い方で聞いてみるのがいいかなと思います。もう一回言うと、お母さんまだ夏期講習中旬なのでまだ入塾するしないはっきり決めていないとは思いますが、どちらの方向でなんとなく話が進んでるか教えてくださいみたいな感じで聞くと、結構引き出せるかなと思います。これは電話でも対面でも同じです。なので人数で多い場合は電話でパッとやってしまってもいいと思うし、人数が少ないんであればお母さん忙しくなければ呼んでしっかり話を聞くのも含めてやるっていうのも悪くないのかなというふうに思います。なので8月下旬ギリギリになっていきなり電話かけても、もう営業職プンプンするから相談って感じなくて断り文句になっちゃうから、そこ十分注意してほしいのかなというふうに思ってます。基本的なことですが、先手先手の動きでやっていきましょう。では参考になりました方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。これでですね、ちょっと内容の補足なんですけど、例えば入塾する方で検討してますか、入塾しない方で検討してますかって時に、ちょっとしない方で検討してるんですよねって相手が言ってたとします。でもこれはしない方で検討だからまだひっくり返せます。あ、しませんって言われたら無理ですよ。それは無理なんだけど、しない方で検討してますって言ったら、ちなみに何が足らなかったか教えていただけますかって言った時に、本人のやる気ですとか、勉強時間がとかって言われたら、まだ挽回のチャンスあります。2週間あるんだから、まだ半分しか終わってないわけだし、もうまあ7月の半ばから始まってる場合でも、3分の1残ってるわけだから、まだ最終コーナーなんで、巻き返せるんで、お母さんのニーズに応えて緻密にやっていけばひっくり返すっていうことは可能ですよね。逆に入塾する方でやってますというふうに言われたら、何が気に入られましたかっていうその成功要因もきちんと聞いておくっていうのは非常に重要です。じゃないと、あ、入塾してくれるんだってあぐらかいてると、やっぱり直前でなんかやっぱ違うかもなーってふっと思っちゃってコロッといっちゃうんで、その辺は注意してほしいのかなと思います。別にゼロか100かじゃなくて、お母さん今70なのか30なのか教えてみたいな感じのイメージの方がいいのかなと思います。要するに0か100に、100だったらいいんだけど0までいっちゃうと、もうどうあがいてもひっくり返すことできないんで、30の時点で手を打っておく、70の時点で角度をもっと高めるために80、90に持っていくってことをやらないといけませんよねっていうのが僕の言いたかったことで、それをふわっと聞いた方が中盤はいいかなと思います。あんまりも中旬にで入塾するんですかどうなんですかって聞くと、いや
あとまだ2週間もあるし分かんないよって言われて、結局終わっちゃうんで電話が。どっちの方ですかっていうふわっとした聞き方をするのが僕的にはおすすめかな。もちろん8月の25とかになってきて、終盤戦になってきたら入りますか入りませんかっていう聞き方に直せばいいかなと思うんで、どっちの方向なのかっていうのはつけておいてほしいのかなっていうふうに思います。はい、では今日はこの辺でおしまいしましょう。お盆休みの方も明けたらすぐやってください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。